カメレオン、C 番号、学校体育高専、試合番号10番、赤コーナー、花咲と観光高等学校、はい、青コーナー、和歌山北高等学校の試合を行います。51kg級、花咲と観光高等、向田篤人選手、和歌山北高等、北川幸太郎選手の試合を行います。試合の結果をお知らせいたします。
A マット 71kg 級の試合は青コーナー四角お通らんこ八津健吾選手のテクニカルフォール勝ちでした。ただいま A マットで行われる試合は 81kg 級赤コーナー浜田工業高等学校大内健太選手対青コーナー四角お通らんこ小林大地選手の試合です。Cマット51kg 級の試合結果をお知らせします。赤コーナー花崎国会高校向田敦子選手のテクニカルフォール勝ちでした。続きまして Cマット 55kg 級赤コーナー花崎国会高校田下宗純選手対青コーナー和歌山北高校森康彦選手の試合を行います。Thank you.
A マットの補助員並びに役員の先生方、 A マットの補助員役員の先生方は、外の選手控室の方にお集まりください。 A マットの補助員並びに役員の先生方、選手控室の方にお集まりください。Thank you.
試合の結果をお知らせいたします。 C マット55キログラム級の試合は赤コーナー花咲徳栄高等学校田下選手の判定勝ちでした。続きまして C マット60キログラム級赤コーナー花咲徳栄高等学校藤田隼人選手対青コーナー和歌山北高等学校谷口虎鉄選手の試合を行います。試合の結果をお知らせいたします。 C マット60キログラム級の試合は赤コーナー花
金崎徳原高等学校藤田隼人選手のテクニカルボール勝ちでした。続きまして C マット65キログラム級赤コーナー金崎徳原高等学校萩原大和選手対青コーナー和歌山北高等学校池端俊選手の試合を行います。試合の結果をお知らせいたします。 C マット65キログラム級の試合は赤コーナー金崎徳原高等学校萩原大和選手のテクニカルボール勝ちでした。続きまして C マット71キログラム級赤コーナー金崎徳原高等学校栃倉健人選手対青コーナー和歌山北高等学校中村翡翠選手の試合を行います。Thank you.
試合の結果をお知らせいたします。 C マット 71kg 級の試合は青コーナー和歌山北高等学校中村翡翠選手のテクニカルボール勝ちでした。続きまして C マット 80kg 級赤コーナー金崎徳原高等学校藤田剛選手対青コーナー和歌山北高等学校佐本拓選手の試合を行います。
Thank you.
試合の結果をお知らせいたします。 C マット80キログラム級の試合は、青コーナー和歌山北高等学校佐本拓選手の判定勝ちでした。続きまして C マット125キログラム級、赤コーナー花咲徳栄高等学校酒井幸太郎選手対、青コーナー和歌山北高等学校山口拓磨選手の試合を行います。試合の結果をお知らせいたします。 C マット125キログラム級の試合は、赤コーナー花咲徳栄高等学校酒井幸太郎選手のテクニカルフォール勝ちでした。ただいまの C マットの試合は5対2をもちまして、赤コーナー花咲徳栄高等学校を勝ち、明日の準々決勝進出を決めました。